皆さん、こんにちは、リットです。今回ですね、なんだかんだで毎週やらせております。こちら、最近、呪術廻戦第2期の感想動画を撮っていきたいと思います。というわけで、今回ですね、作品新年放送になりました第36話、2期入ってから12話目ですね。こちらの正直する感想、一切損得ない感想を、いつもらしてましてコメント欄ありで話していきたいと思います。というところね。まあ、ちなみに、呪術廻戦に関しては僕自身原作勢というかね、まあ、ジャンプの最新話の方まで読ませていただいているという人になっております。というところですけども、皆さんどうですか？まあ、呪術廻戦。僕自身もね、非常に今1期からずっとね、まあ、2期もね、まあ、前期からまあ連続2クリームだって、まあ、ここまで非常に楽しませていただいてる中で、まあ、思いのほかね、やっぱ、渋谷事変っていうのがハードルが上がりすぎてしまっていたからなのか、賛否両論模様でですね、まあ、やっぱ呪術クラスのこの人気タイトルになってくると、まあ、もちろん渋谷事変のね、評判を聞いて面白くなるって聞いてるから、今はあんま思んないけど見てみようとかね、まあ、とりあえず追ってみようとか、まあ、そういう方もたくさんいらっしゃいます。まあ、もちろん原作まで、まあ、いや、面白すぎるって見てる方もいらっしゃる中で、まあ、やっぱその、ハードルにまだ正直勝ってない部分がね、あったのかなっていうところで、まあ、結構、これか渋谷事変本当におもろくなるんですかみたいな声も聞いてた中でですね、僕は前回めちゃ面白いと思ってたんですけれども、今回、いよいよ盛り上がってきたんじゃないのかというところですね。トレンドも入りまくってましたけどもね。そんな中でじゃあ内容はぶっちゃけどうだったのか面白かったのかというところですね。まずネタバラシの感想、結論から入っていきたいと思いますというところなんですけども、今回呪術廻戦第2期12話見させていただきまして、ネタバラシの感想、結論としましては正直ですね。ナナミンマジ半端ないって、津田健最高というところね。めちゃくちゃおもろかったですわ。ここまで微妙とかね、思ってて、渋谷事変こんなもんかと思ってたのいよいよこれもう、これは面白かったでしょ。文句つけようがないんじゃないかというところね。しかもその、ナナミンっていう、まあ、ナナミケントっていうね、呪術廻戦超人気キャラがいてね、労働はクソということですみたいな、もう名言もあるんですけれども、まあ、そんな人気キャラ出た上で、そもそもそれで盛り上がるじゃん。そのナナミンの作画が異様に気合いててめちゃくちゃ面白かったというというね。話としてもものすごく、そのナナミン以外もですね、まあ、結構渋谷事変ってまだまだこう、最初ボンってキャラ出てきましたけれども、なんだかんだイタドリとかね、まあ、結構その、まあ、ある種キャラを絞って描かれてた中で、一気にこういろんな場面も描かれてくるっていうところで、めちゃくちゃ面白かったですね。でもいよいよ渋谷事変始まるなっていうか、まあ、やっぱね、まあ、なんだかんだ皆さん多分切らずに見られたと思うんですけれども、まあ、渋谷事変まだまだここからだと、まあ、やっぱ原作ファンとしてもね、2クール目からがあくまで本番だよねっていう話はしてた中で、ようやくこうだんだん盛り上がってきたのかなと思います。もっともっとやばいです。まあ、ようやくここから本番がなという感じもね、してる中で、今回やっぱその作画に気合が入りすぎて、そこはちょっともう逆に笑っちゃうみたいな、っていうのもあったし、もちろんその内容としてもね、もうすごく痺れる歌詞も何個もあって、で、また、これ、こんなに、みたいな、ちょっと意外性のね、ある展開もあってですね、まあ原作ではもちろんですけど、アニメでもめちゃくちゃ楽しめたんじゃないかなと思って、まあ、ナナミンファンも発狂というかね、まあ、津田健最高やな、まあ声優さんですね。やっぱ最高やなと思ってね、見てましたし、素晴らしかったですね。はい。あとなんか敵のことをね、汚いニジカちゃんとか生放送で言ってる人でもう吹き出しちゃいましたね。それはさすがにちょっとやめて笑わせんだよって思ったけどね。はい。展開してもね、すごい盛り上がってきたかなっていうところでしたけれども。いや、僕はめちゃくちゃ面白かった。もうクオリティも高かったし、もう申し分ない。もう凄まじい回で、もうちょっと原作、あそこは超えてたなっていうところもあったね。っていうところで、めちゃくちゃ楽しませていただきまして、ここからもっともっとね、やばくなるのがやっぱ渋谷事変というところで、ようやく盛り上がってきたかなと思いますね。ちょっと溜めちゃってるとか、呪術廻戦まだ終えてないよって人も、ぜひね、これを機に追いついていただいて、ここから一緒に盛り上がっていきたいなと思います。まあ、どうしてもちょっとどうしようかなって、木曜深夜なんで、ね、ちょっと時間的にどうしようかという話もしたんですけれども、やりましょう、これは。これやらないわけないよな。やらないわけないよ。な、はい。というところでね。どうしようもね、やらせていただきますし、感想動画、まあ、ここからは多分毎週ぐらいね。毎週ぐらいで結局毎週上げてんですけど。結局毎週、一回もサボってないのが呪術多分。っていうぐらい上げてるんですけど。また上げていきますんで。まあ、呪術ファンの人もね、ファンじゃない人も、まあ、呪術のこの行く末をね、見守っていただけたらと思いますし、僕の感想動画もね、ぜひ見ていただけたらと思いますし、時間ね、いけるっていう方は、どうしようもね、参加いただけましたら。嬉しいです。というところね。まあ、次回も非常に楽しみだから、今回ね、めちゃくちゃ面白かったです。もう超痺れだなっていうところで。はい。ナナミンがとにかく最高だった。まあ、その分もちろんそれ以外のシーンも良かったですけどね。はい。今後とも楽しみでございます。やっぱ作がね、やっぱ一気よりさらにクオリティ上がってんじゃないかなって感じるところもまたあったり、ね。今回むしろその要所にすごい気合が入ってて、そこがまた良かったなっていう感じがね、しました。愛というところね。まあ、主題歌に関してやっぱ相変わらず僕エンディングの方が好きっすね。皆さんどっちの方が好きとかあります？どっちも好きとか、どっちも好きな人がやっぱ一番多いような気もするけどね。僕はやっぱ相変わらずエンディングがすごい好きですけどもね。まあ、引き続き、予告もまた面白かったですね。予告が仕上がってんな、結構、呪術もね。っていうところで、まあ、引き続き楽しみでございます。
はい、というところね。まあ、本気ね、なんだかんだ呪術もね、やっぱこう、2期で、まあ、2クール目っていうところになって、連続2クールって結構2クール目ってなんか笑いになりづらいんですね、正直。やっぱ新作がどんどん始まって、今期もめちゃくちゃ盛り上がってます。っていうのはやっぱ呪術のさすがの人気っていうか、ツイッターのトレンド、まあ、X のね、トレンドとか見ても、やっぱさすがの人気盛り上がり具合で、うん、まあもちろん本誌もね、超盛り上がってますけどね、こっからさらに盛り上がってくるっていうのは、なんだかんだ今期やっぱ呪術が覇権ともなりうるなっていうのをなんか改めて感じた、今回はね、話だったかなと思います。はい、というとこね、ぜひ皆さんの感想もコメントお待ちしてますというとこで、ネタバラシの感想を以上しまして、ここからネタバラの感想を入っていきたいと思いますね。ネタバラにご注意くださいというところで、ネタバラの感想として、ネタバラにご注意ください。ネタバラの感想としてはですね、やっぱナナミンだな。うん、というかね、仲間の数と配置はって言ったらずっと言う、それだけ言うんだけど、もうめちゃくちゃ怖くてさ、なんか、僕はなんか普段怒んない先生がもうぶち切れたみたいな、なんかそういう感覚見てたんですけども、そう怒るわな、実際1名取り留めてるって話よかったっていうこともあったんですけどもね。っていう中でもうボッコボコに、もうフルボッコにして、で、今回やっぱその中でもナナミンの怒った作家とかめちゃ嫌いって、そのバトルシーンも超面白くて超かっこよかったわけじゃん。で、最高だったんですけど、やっぱ正直ショックみたいな人もいると思って、それがやっぱ釘先推しだと思うね。クイザギファンの人が、え、こんなに差あるのってなんなかった。え、クイザギってあんな強くなってたのに、こんなにナナミとまだまだこんなに差があったのとか、私で最低レベルで出していってるナナミ、やっぱ五条さんとさ、クイザギで差があったら、まあまあそれはしょうがないってわかるんだけど、ナナミがあんだけ強くてっていうの見え方もあるんだけど、クイザギ、え？みたいな、多分そういうのもあったと思って、ちょっとそこはね、多分その、ファンの層によっては、あれちょっとみたいになった人もいると思うんだけど、そんだけね、やっぱレベルのえげつないとこってことですよ。クイザギめちゃくちゃ強いし、めちゃ強くなってる中で、ナナミ。やばかったな、なんかピンチに駆けつけるっていうさ、なんか主人公的なんか場面ってめちゃくちゃ痺れるんですけれども、超かっこよかったしね、痺れましたね、本当に。めちゃくちゃ面白かったし、まあ、新田ちゃんとかもよかったし、まあ、釘崎もね、すごい頑張ったんですけど、で、あの、狂ったね、あの、敵がね、汚いニジカちゃんとか生ホースで言い出すやつがいて、もうめちゃくちゃ面白かったんですけど。ね、シゲモンハルタ、自分でもよく術式が分かってなくてとか言ってさ、あいつ大丈夫なんかみたいなね、イカれた敵だったんですけどね。ナナミが吹き飛ばしたというところですね。はい。やっぱこうナナミのあのブチ切れ具合がね、こうなんか変なこと言わないですよね。ナナミそのひたすらこう冷静にブチ切れてる感じがやっぱナナミらしさを出しながらいかにブチ切れてるかっていうあの作家の迫力とかで伝わってきて、気合入りすぎじゃない？もうちょっとめちゃくちゃ気合入っててさ、それがしてもやめに面白くなっちゃったんだけどな。もうすごかったです。最高でしたし、ナナミもちろんトレンドも1位だったかナナミがね。でまあ呪術も1位な、まあ、2位とかになってもうめちゃくちゃトレンドの入りまくってましたけれども、まあ、本当凄まじい回でですね。ここから盛り上がりも予感させる中で。まだまだこれさ、これ考えてみてくださいよ。もう、なんてことない戦いよ、これ正直。大吉ちゃん、釘崎やばかったかもしれないけど、別に真人とか戦ってるわけでもないのに。この盛り上がりっていうのはやっぱやばいなっていう、やっぱ呪術廻戦。やっぱ正直原作であった時もさ、もちろんこう面白いわけなんだけど、やっぱまだまだここからももちろんね、当たり前だよなって、ゲトーとメイメイとか別にやったわけでもないしさ、まだ。ね、ねえ、マヒトとか戦ったわけでもないっていう中で、やっぱこの盛り上がりっていうのは、ちょっといかに渋谷事変がやばいかっていうのも伝わったし、やっぱアニメとしてのこの面白さがすごい出てたね。これ原作迫力超えてたかなんじゃないかなっていう思いもありましたし、やっぱめちゃくちゃね、この辺も面白いなっていうのをね、思って見てましたね。はーい。ウィザキンとも良かったです。あとね、まあ、パパグロですよね。やばくない？ねえ、あの、肉体が精神に打ち勝ったみたいな、なんか化け物みたいな話、ばあちゃんもう、瞬殺されてましたけどね、呪術師を抹殺、お前もだな、とか言ってさ。いや、あの、パパグロがさ、マジで喧嘩しちゃうのやばかったな、めちゃくちゃ面白かったな、あれもね。おぉ、パパグロ来ちまったみたいな。もう心が折れてなくても勝手に肉体でやっちまうみたいなさ、化け物みたいな。やっぱそのなんかね、企画外のところを見せてくれて、あそこも最高にしてみましたね。ねえ。あの、言ったらね、あの、パパグロ対の親子対決かみたいなとこだったんですけどね。これ実現するのか、しないのかみたいな感じですけどね。はい。いや、でもそこめちゃくちゃ面白かったですね。うん、孫どうしたって言って、なんか様子がおかしいと思ってね、これ来るなみたいな感じ多分思ったと思うんだけど。ここもすごい面白かったですね。でもナナミンとパパグロ、まあ、メイメイめっちゃ良かったですね。メイメイとウイが面白すぎてさ、まあ、序盤からめちゃめちゃ笑ってたんですけど、すごかったね。いやー、はーい、まあ、バトルシーンもね、やっぱ釘崎のとことかもすごいクオリティ高かったんですけれども、まあ、メイメイってね、まあ、ゲットーの久しぶりに再会で、まあ、メイメイもやっぱりゲットーが偽物だって気づくんだけど、まあ、また、まあ、ゴジョーとはやっぱちょっと違う切り口というかね、ゴジョーは本当もう直感的みたいな、なんか俺全体違うって言ってるみたいな、あの、ゴジョーさんの気づき方もすごかった、メイメイのやっぱ気づき方もまた良くてですね、すごい面白かったし、まあ、かなりピンチになってる中でどうなってしまうのかっていうのもありましたけどもね。
はい。で、まあ、虎杖はね、長宗とこう相対するみたいなところで、また盛り上がるなっていうところですね。まあ、ここからどんどん、まあ、渋谷チーム本格してくる中で、めちゃくちゃ面白い話ね、早速持ってきてくれたなと思います。何より、ナナミンのね、作家の気合が入りすぎて最高でした。はい。ということでね、今回の呪術廻戦第2期、36話の正直切る感想、一切その感想は以上となります。この時間ありがとうございました。ということでね、何に見られたかね、どんどん感想とか、コメントお待ちしてますし、またね、来週以降も、まあ、こんだけもう他の面白い回ばっかりですんで、同時賞もね、感想とかもやっていきます。はい。ということでね、明日も楽しみにしていただけましたら嬉しいです。登録ね、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。というところで、引き続き楽しみでしたね。まあちょっとね、いかんせんね、今回はまあ笑ってみれましたからね、もう全く笑えない、心がもう持ってかれるエピソードもね、やっぱ渋谷事変はありますんで、まあいろいろ覚悟しながらですね、もうほんと目が離せない展開続きますんで、楽しみに見ていきたいなと思います。はい、ということで、以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。